こんにちは、新聞の人佐藤泉です。長野県も新型コロナの急拡大で、私も1月2月と予定していました、セミナー講師、これまた中止になりました。今回のこのセミナーは長野県の北から南までの保育士さんたちに、新聞工作をね教えますっていうね、去年実は延期になって、まあ年越して今年になって、1月2月と5箇所回る予定だったんですけれども、もうこれはもう仕方がありませんね、中止ということで、もう残念に、思っている先生方もいらっしゃると思うんですけれども、私も残念です。またね機会がありましたらということなんですけれども、まあ、ニュース見ますとこの急拡大のね新型コロナのオミクロンとかね、このせいで急にね中止になったね、まあ、行事とかイベントとかあるんだと思うんですよ。多いと思います。ね、せっかく楽しみにしていたものが中止になるっていうことはね、残念なことだと思います。とても。で、こればっかりは仕方がないんですけれども、でも私の場合は、まあいつでもね、できるものなので、次の機会になんて言いながら、まああるかないかわからないけれども、まあ、こうやって動画で発信することもできるので見ていただければいいと思うんですけれどもね、利益云々はもう別ですよ。もうとにかく楽しみにしていた先生たちがいらっしゃるんなら、これも見てくれればいいし探してみてくださいね。今大変な世の中ですからね、なんかあまりお金が云々っていうのはね言うことじゃないですから、私はまあ、計画していろいろね、こういったことが楽し、先生たちにとって、次の日の活動にね、直接活かせることができるっていう工作をね、いつもね、準備してますので、どうかね、もしね、この動画見ていただけるんであれば、見ていただいて、楽しいね、子供とのね、保育園でのね、活動に活かしていただければと思います。今回、新聞工作でコミュニケーションっていう、ちょっとこう、当たり前のような題名です、やろうと思ったんですが、その中にはこんな奥深いことが含まれているんですよっていうことをお話ししようと思っていました。新聞工作を教えながらね。で、すぐにまあ実践できるのが一番いいだろうということで、考えていました。で、今日ね、こうやって、皆さん先ほどから、動画の画面を見ながら、なんだろうこれ、なんか何を見ていいのっていう感じの画面かもしれませんが、言いたいことはいくつもあるうちの今日は、まあ、2つばかり紹介したいなということで、これですね、これ見えますか、この、少しちょっとこうどこかしら昭和っぽい昔っぽい感じの人形ですね。これはですね、これは、まあ、赤ずきんちゃんを作ったつもりなんですよ。はい、赤ずきんちゃんの、はい、カゴにね、ぶどう酒と、なんだろうね、はい、書いてますね、ケーキかな。そう、ね、おばあさんの見舞いに持ってくっていう、こういうね、人形をね、新聞で作れるんだよっていうところからね、紹介、今日、したいなと。まあ、実際やろうかなって思ってたことを一つね、やりたいなと思います。保育士さんたちは、日頃、保育園、幼稚園でね、子供たちに読み聞かせしたり、人形劇やったり、人体劇やったり、いろいろね、いろんなことを工夫しながら、子供たちと生活しているわけですが、例えばね、人形劇っていうのも、人形作るの大変だよね、布でとかさ、って。で、材料費もかかるしってなった時に、もう新聞で作れるんですよっていうところをね、ちょっと教えてあげたかったなっていう。まあ知っている先生もね、いらっしゃる。もうもともと私でも教えなくても先生たちきっといろんな案を持ってらっしゃるのも知っていますので、ね、プロですから先生たちは。私は、特にね、別に教えなくてもね、先生たち全然できると思うんですけれども、まあ知らない人がいたら、これやってみたら面白いよっていうことで用意しておいたんですよ。何かというと、まあ作り方があるわけです。要は、普段ね、このキノコ。
キノコを教えるんですよ。でこのキノコを作る過程の途中からこの人間になるよっていうのをねやろうかなと。それをね楽しくね、こういった画面上では伝わらない、対面でやる面白さっていうのがちょっと私の得意とするところなので、そこで愉快に先生たちがこのセミナーはなんか息抜きに来てるよねっていうぐらいで本当によくて、もうストレス解消に来たんだよねっていう感じのセミナーをやりたくて、いつも。そして、当日何が先生たちにとったらこうリラックスできる、セミナーかなって、ことをね考えてるはつもりなんですよ。だからそれをねできなかったのがちょっと残念かなっていうのも私あるんだけど、もうこれはねしょうがない。でこの作り方だけざっとちょっとやってみようかなと。このお人形さんのお洋服着せたりするのはもうこれは自由なんで、この形さえできれば顔がある、はい、両腕、はい、胴体、足、これだけざっとやってみますね。ちょっと見ててくださいね。もう新聞はね適当に、はい、適当にもう用意してありますよ。はい、適当に、はい、ちょっといきますけど、小さい新聞紙3枚は腕というか手足、頭と体、足っていう、この大きなの2枚と小さな3枚っていう感じで用意してもらって、で1枚をぐしゃぐしゃぐしゃって丸めまして、おにぎりを握るぐらいの、よくねキノコやるときもこれですね、はい、握ってくださいって言って、はい、おにぎりができましたねっていうところで、この新聞紙で、はい、てるてる坊主をイメージしてくださいって私よく言います。ね、包んでしまいます。で、これをグッと止めて、テープ一箇所止めますよ。はい、そしたらね、これがてるてる坊主の形ですねっていったところから、ここを、はい、下へギュッギュッギュッと下ろしていきましょう。ね、握ったり、ね、少し力を指先に加えながら、はい、下ろしますっていうところがキノコの途中ですね。マイクみたいな形ですね。はい、ここに先ほどまず、まだ3枚小さいのを使うので、はい、これはもうね、はい、得意のぐしゃぐしゃぐしゃというね、こうじゃなきゃいけませんっていうのないです、はい、手の形、あ、腕の形になるように長いね一本の棒ができました。イメージです、イメージ。ね、イメージでぐしゃぐしゃってやって、少しこう指で伸ばしながら長細いものを作りましょうっていう感じで構いません。はい、このようにできました。で、最後もう一回。最後、先ほどの、はい、はい、1本目、はい、ここに、はい、つく、はい、出た、はい、出た、はい、こちら側も、はい、出た、
構ね効果音がね面白いですよ。ペタギュッとかよいしょそれこんな感じでいろいろね子供の楽しい言葉を聞けるようにこちらがもう楽しい言葉をかけてあげるっていうところがねコミュニケーションというところにつながります。はい、で腰のあたりから下にはいペタッとするとどうですか、はい、こんな感じで、はい、あとはもう自由にねいろんなものをつけていくんですよ。こう体どこにお洋服をねつけたいって言ったらここにまず肌色の新聞を貼ってでこういったものをこういうふうにこうつけていくだけなんで、そうするとどん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 お洋服着せるときもね自由にこう自分で自由にいろいろやっていけばいいだけなので、ね、そしてこのような、かわいい、新聞で新聞だけですね新聞の色をでいろいろこうスカート履かせたりするんですよ、ね、そうすると特に、はい布を買ってきて、いろいろ綿とかね詰めてっていう暇がなかなかね忙しいので新聞でざっと作るだけでもとってもね可愛い人形ができると思うんです。それを、ちょっとやってもらいたいなって思って、まあ、用意もしてたので一つねやってみました。後ろに、はい、新都道具箱、絵本を出しましたということでこの、ね中の新都道具箱のキャラクターたちも新聞でできてますよっていうことで ねいろいろねこう見せたかったんですけどね、またねよかったらアマゾンさんでご購入ください。これ全部新聞でできてますよって言ってね、自分の作品が本になったんですっていうことでそういうこともね、頑張ればできるんですよなんてこういう新聞で作った猫をね実際に見てもらおうかななんて思って、持ってきて当日はね持っていこうと思ったんですけど、はい、てなわけで、はい、今回はね、コロナで中止になってしまったんですが、まあ残念ですけれどもまた縁があったらやりましょうということで、雪がね今日もすごい降ってます。長野県中野市、はい、家で、だいたい部屋の中で、閉じこもって作品を作っているか、ネットフリックス見てますっていう感じです。はい、ではまたね。新聞紙工作の年代。